市原英二の「花万歳世界の育種家」群馬坂本園芸さんのアジサイを紹介したいと思いますそれではどうぞはいこんばんは市原英二の「花万歳えイ、ー」とうとうね、えー、僕の、えー「育種家」シリーズ 紫陽花の育種化シリーズ終盤に向かってきてきいます、えー、やっぱりね、ちょっとここは締めていこうかなと思っています。やっぱりね、毎年僕、ここの人のアジサイだけは絶対に入れます。そして、やっぱり、あの、育種化っていうと、ものすごい大変なんですね。そして、今や世代交代ができないとか、えー、何世代にもわたって、 えー、育種をしていくっていう時代を引き継ぐっていうのは非常に、えー、難しいことなんですましてアジサイ作りっていうかお花作りっていうのはやっぱりね毎日毎日仕事してる中で奥さんが大変だったりとかもう休みがないんですねそういった中でもう過酷な仕事だと思ってください皆さん、あのー、母の日のアジサイっていうのは 1>, 1年間以上、えー、ましてや育種も含めたら5年10年以上のスパンで、えー、商品というのは出てきています、えー、そういった中でねやっぱり、えーまあ、僕の一番好きな生産者の中の一人ですね、えー、初めて僕がアジサイの担当させてもらった方が今日紹介するアジサイの生産者の方なんです えー、今日はね世界的育種家、えー、まあもうこれはね一人の力じゃないですね、えー、家族全員の力で成し遂げた、えー、物語があるんです今日はその中でも家族の愛の結晶の、えー、それで生まれたアジサイをね今日はね紹介したいと思います、uh, Hello Flower Banzai I introduce ワー、uh, world number one hydrangeas. Please, show up. よっしゃいきますよドーン綺麗でしょいやー、これは綺麗です、えー。めちゃくちゃ綺麗でしょこれはい、それではですね、こちらのアジサイをね、やっぱりね、皆さん見ながらね、ちょっと僕のお話をね、少し聞いていただきたいんですけど、本当にこちらのアジサイ綺麗でしょ えー、これはね、本当に家族の愛の物語があるんです、えー。ちらっとやっぱこの話だけはね、毎回したいんですね。えー、この群馬の坂本園芸さん。えー、こちらも僕がもうセリニンになった時にはもうすでにもうすごい大スターですよ。あの、えー、花のオリンピック、フロリアードでもちろん賞を取られています。もう本当、 シ、えー、クラメンでも有名な超一流の育種家だったんですその庄司さん坂本庄司さんそして奥さんがまたえー、人でね優しい久美子さんって言うんですよそしてこの久美子さんも一生懸命ね僕もいつもお母さんに電話しますと「お母さんなんとか人鉢ありませんか?」って言いますと「いやないよ」って「いやなんとかそこを」 って言ったらまあ市原こ B でもいいのいや B でもいいから何とか人勝ち仕方はないわねっていうようなもうめちゃくちゃいいお母さん、えー、こちらが久美子さんって言うんですそれを久美子さんにちなんで名付けられたこのミセス久美子っていうのがまあめちゃくちゃ大ヒットですもうねお母さんみたいなふくよかなまる いねアディサイナンスポックリポコ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 大きくなってくるようなそういうなんかこうお母さんをイメージした久美子っていうのがこれあのフロリアードで金賞を取りましたこれがあのスタートではないですよえ取ったっていうだけで坂本さんはもうすでに。 えー、いろんな育種をされてました、シクラメン。坂本系のシクラメンっていうのは、本当いろんな、えー、シクラメンがあります。これはまたいずれさせてもらいますが、これ1984年、もう今からもう、えー、35年近いお話なんかな、もうそれぐらいになっちゃいますね。えー、これ、ミセスクミコ一斉風靡しました。えー、そしてね、 坂本さん、そこから、群馬鉢物研究会っていうか、皆、群馬のみんなでね、えー、よし、アジサイ、ここはアジサイに向く土地だなっていうことで、力を合わせて生まれたのが、フェアリーアイ、これ2006年、もちろんこれジャブラワーセレクション、優勝してます。えー、これをやられました。えー、そして、えー、その中で、えー、これフェアリーアイ、 をんんだ途端なんですよ坂本さんっていうのは仲間思いの方でこれフェアリーアイもうめちゃくちゃ強いアジサイでこれこんな本当だったらもう自分の中で、えー、囲いたい商品だったんだと思いますがこれもう鉢物の研究会みんなでやろうやないかと、えー、こんなにいい商品ができたから独り占めしないでみんなでやられたそういった坂本さんなんですよ。うん めちゃくちゃええ人。お母さんもええ人だから、お父さんもめちゃくちゃええ人。そしてね、ただそこでね、もうね、倒れはるんですよ。この、この2006年産んだ後に。そしたらね、あのー、留学先っていうか、えー、知り合った、これ、ラオス人のティアム・チャイさんとケイコさん。えー、まだこれ、研修間もなくケイコさんも帰ってきて、うわ、どないっしょって そういった中で、どないしょ、どないしょ、奥さん、恵子さんって言うんですが、いやー、どないしょっていうことで、もう、生産をね、やっぱお父さんがいらっしゃらなくと、もうね、あの、大変なんですね。そやっぱり、先ほども言いましたけど、行くしかって、もう毎日毎日休みなし、やっぱりそれはね、過酷なんですよ。そういった中で、あの、恵子さん、なんと引き継がれます。そして、 もうそこから何、えー、10年近くかな、育種されて生まれたのが、えー、こちらの、えー、ちょっと似てます、これ、ピンキーリングって言うんですけど、そこからややリップが濃いのがケイコって言うんですけど、これで、なんとですね、えー、ティアムチャイさんがケイコさんのために育種した、育種して出来上がったアジサイが、このピンキーリングを超えてケイコっていう、 もう素晴らしいアジサイが生まれるんです。そして、け、え、い、ー、ケイコさんと、えー、ティアムチャイさんはですね、今度はもう一つ、よし、頑張ろうということで、このユリカ、娘さんの名前にちなんで、このユリカを、えー、出したというね、これも家族全員の、えー、系譜ですね、えー。もうこれだけ家族全員でね、 ピンチをチャンスに変えて生まれた商品が、こちら、えー、ピンキーリング、ケイコ、ユリカといった系譜に流れています。もともとはあのクミコ。やっぱり僕はあのお花好きなんですけど、えー、これはね、今、この間から僕もずっと言ってますけども、現代のアジサイ、えー、坂本さんのアジサイっていうのは、もうね、 これ、はっきり言っていろいろありますが、えー、学アジサイから手まり咲き、もしくは半八え咲きという先駆者なんですよ。本当にすごい育種家だったんです。まあ、育種家なんです。そして、えー、学咲きアジサイから手まり咲きアジサイの半八え咲き、えー、海外の人には Racecap and h o r t e n これが、坂本、ミスター坂本の、えー、素晴らしい えー、ハイドランジャーだと思ってください。えー、レースキャップホルテンシア。ミスター坂本。これがもうファーストあーテクニック。これがね、あのー、坂本さんの素晴らしいとこだじゃないかなって。もうね、僕、最初、学はアジやと思,思いきや、どんどんマリになったり、半栄っていうかね、こういった形で見てもらったら分かるんですけど、 やや半夜江崎。えー、これが坂本マジックということで、今の、えー、育種っていうんかな。日本の、えー、現代アジサイの石杖になったと覚えてください。ということで、僕はもう毎年、えー、この坂本さんの商品は入れてます。やっぱりね、えー、今年は、あのー、なんちゅうたらい,いんかな。あのー、このユリカを売ってみたいなんて、去年ね、 一番売れたんですなんでかなと思っていろんなも坂本さんも並べたけどもやっぱりこのピンキーリングとユリカあのケイコもね綺麗なんですけど僕は今年はもう自分の中ではこれでいこうということで、えー、このユリカ、あの僕のこのおすすめの一品です、えー、そういった中であの出てきた商品だと思ってくださいということでねあのー 育種家の皆さんっていうのは非常に大変なんです、えー。そういった思い入れがあっての商品だと思ってください。えー、今日はですね、あのー、母の日直前になりますが、えー、この、えー、ユリカ、そしてこちらのピンキーリングを紹介させてもらいました。えー、ぜひね、えー、皆さんあ、そういったあことでアジサイは生まれたんだと。そして、 この坂本さんのアジサイ世界的有名な坂本さんですから皆さん一つはやっぱり手に入れてくださいえー、本当んとにあの手に取ってみたら坂本さんのアジサイの良さが分かると思いますえー、このアジサイに僕はあのやっぱり皆さんえ育種家の方一人一人個性がありますそういういことでね、えー 僕はあの一人一人の個性あるアジサイをね、なぜ紹介していきたいかと言いますと、そういった、えー、育種家の苦労がお花に出てるんですね、えー。先ほどもね、言いましたけど、お母さんの、えー、久美子さんの人柄が出た久美子さん、そしてゆりかさん、そして、えー、こちらあのピンキーリングですけど、恵子さんの人柄。 えー、本当にお花って、えー、その人のを表すんじゃないかなと。そして育種家の人がどうしたらどんな綺麗なものが生まれるかっていうその苦労の、えー、結晶がですね、えー、こちらになってるんじゃないかと思います。えー、今日はですね、えー、育種家シリーズのアジサイユリカとピンキーリングを紹介させてもらいました。それではですね、 えー、この、えー、ユリカとピンキーリングを見ながら今日はお別れしたいと思いますユリカとピンキーリング2つ合わせるとこんなに綺麗ですいやー綺麗なーほんまに money.